2014年沖縄県知事選挙は、2014年12月9日の中井正宏立地人気満了に伴い執行された沖縄県知事選挙である。2014年10月30日に告示、11月16日に投開票。今回の沖縄県知事選挙は、最大の争点となる米軍普天間飛行場変換について主張の違いが鮮明となった。 沖縄知事選公約比べ読み、普天間雇用対策について、経済振興などについて、沖縄知事選公約比べ読み、雇用対策従来の沖縄県内の選挙でよく見られる捕獲対立から一転し、普天間基地の辺野古移設や、県内のオスプレイ配備などをめぐる中維新県政の姿勢に対する評価を争点として、参戦を目指す中井新に対し旧自民党系主義が、 野党との統一候補を擁立するなど4人が立候補した。また、同選挙への候補者支援をめぐって自民、民主、維新の各党が地元県連と党本部で対応が分かれ、自民党主義や県議が除名や離党となったり、民主県連幹部が党本部から除名される事態となっている。在日米軍普天間基地の辺野古移設に反対し続けてきた小長雄氏に対して社民、 共産両党など野党陣営が候補者の検討を絞りつつあった中、6月に自由民主党の那覇市議会会派自民党新風会所属議員11名が尾長市長に出馬要請したほか、前回選挙で中井晋を支援した地元企業の一部も尾長支援を表明するなど、普天間基地移設問題への対応が保守政界内でも分かれており、複雑な様相を呈した。なお、 市議らは、この行動により除名などの処分となった。7月22日までに、県議会野党の社会民主党を沖縄県連、日本共産党県中央委員会、沖縄社会大衆党、生活の党県連、県議会会派の県民ネットの5団体で作る、知事選候補者選考委員会が、那覇市長の尾長雄氏に候補一本化。最終選考に残っていた。 コーラ鉄尾琉球大学法科大学院教授に、尾長で一本化する方向性を伝えた。8月3日には、名護市長の稲見根進むと、同市議会の稲見根市支持派市議団15名が尾長に出馬要請。同11日には前述の選考委員会を構成する野党5団体が合同で正式に出馬要請した。9月10日、那覇市議会定例会で正式に、 立候補を表明した。また、大長の市長辞任に伴い県知事選と同日に行われる予定の那覇市長選挙には、公認として副市長の白間美紀子が出馬する公算。一方、現職の中井正弘太に対しては、早くから参戦続投に向け自民党、県連所属議員らが宗派を送り、知事は7月26日には、 自民党県連からの出馬要請を正式に受諾した。8月7日、記者会見で出馬表明。27日までには、党本部が推薦を正式決定し、河村武雄選挙対策委員長が推薦状を手渡した。地域政党である、政党創造代表で、元優勢民営化担当省の下地右尾は兼ねてから、お長に強いライバル心を持っており、創造の代表を辞職。 離党して、政党の推薦を受けずに無所属で立候補することを表明した。創造及び同等と政策協定を結んでいる日本維新の会は下地を支援する方針と伝えられていたが、日本維新の会幹事長の松井一郎大阪府知事は8月6日、党本部としては下地を推薦、支持しないと不調で記者団に明言した。下地は沖縄普天間飛行場について、 最近出した政策集の中で暫定的にカデナ統合や辺野古移設を認めた上で将来的には県外移設を目指すと訴えていたが出馬に向けた記者会見では私が知事になったら6ヶ月以内に県民投票を実施して承認か撤回かを明確に決めると述べた公明党は従来から県内で辺野古移設に反対の姿勢をとっており 辺野古移設を進める中井新知事の支援には慎重な構えを崩していない。これに対し、中井新、小長良候補を支持する陣営から公明党の協力を求める声が送られていたが、党県本部は最終的に自主投票を発表した。県連所属国会議員が例人となるなど、影響力の低下が著しい民主党は一時、県連代表の木名正吉が、 鳩山幸夫元首相に出馬を打診し、断られた。7月29日の会見で、海江田万里代表が、まだ党が誰を押すか決まっていないと強調。辺野古移設については、今現在は、それが、党の到達点だと発言するなど、代用をめぐり春春している。8月15日に沖縄タイムスが開いた、政党代表者の座談会でも、 今後独自候補を擁立する考えを示し、その後9月16日には、県連が常任幹事会で、キナ本人の擁立を決定し出馬要請、キナも出馬に意欲を示した。民主党幹部は、支持母体の連合が、おなが支持を決めたことなどから、党本部として公認しない考えを示し、22日、マ淵住夫選対委員長が、県連側に通達したが、キナは24日には、 正式に出馬表明会見し、最大争点の辺野古移設に反対の姿勢を取ることを強調した上で、党本部から処分を受ける場合でも出馬することを明言した。木菜は26日に再度党本部を訪れ、枝野幸男幹事長、まぶ選挙対策委員長に支援を要請したが、党本部はこれを拒否。枝野は、辺野古移設は、党の苦渋の選択とした上で、辺野古移設に、 反対の姿勢を取るキナの公認は認められないと述べた。さらに出馬を強行する場合は離党するよう伝えたが、キナは会談後、記者団に再度出馬の決意に変わりがないことを述べ、党本部は10月14日の常任幹事会で、キナを除席とする処分を決定した。各候補の得票率、尾長ガ有志、中井正宏志文字三木沖の小吉党開票の結果、新人の尾長ガ有志が、 現職の中井真に圧倒的な大差をつけて初当選を果たした。投票率は64.13%で前回、知事選と比較して3.27%上回った。当日有権者数、109三8337人、最終投票率 64.、64.13%、ト。ながが勝利した背景には、社民党や社大党、共産党、生活の党の野党に加え、 県議会会派である県民ネット、保守系のな橋に、経済界有志などによるオール沖縄の支援、従来は中井晋を支持していた公明党が辺野古の埋め立て承認に反発して、今回は自主投票に回ったことが指摘されている。ありがとうございます。